万歳。こっちお願いします。よかったな、全部買った全部買った全部買った。勝訴の旗で分かったと思いますけれども、内容からしても完全勝訴と言うべき内容となっております。地裁の判決をかなり推し進めて国の責任を認めた、そういう判決になっております。今回の判決は三度、一審の地裁判決、二審の地裁判決に次いで3度にわたって三度国の責任を明確に厳しく裁いたという点で大変意義のある判決というふうに考えております。それにとどまらず、あの2年前の一審高裁判決を内容的にもこれを乗り越えて、高等裁判所において初めてアスベスト被害に対する国の責任を認めたという点でも大変意義のある判決というふうに考えております。私はここ来る時にも私はあかんと思ったんやけども、今一番喜んでます。まあ、今日これから帰られて、まあ、ご主人に、まあ、ご報告されると思うんですけど、まあ、どのような感じでご報告するつもりですか。あのお父さん生きてたらもっと喜んだろうけども、受かった、行けましたよと言うてきます。